ウィンタテリウムは、新生代古代三期指針予前期から、中期かけてに、北アメリカとアジアに分布した大型の哺乳類。ウィンタテリウムアンセプスなどが知られる。サイくらいの大きさで、柔らかな植物を食べる植物食樹であった。ウィンタテリウムの骨格標本。国立科学博物館の展示。現在のサイを思わせるところもあるが、サイとは全く異なる恐れ格目に属する。 全長3メートルから3.5メートル、体高2.5メートルほどの大型動物であったが、脳は非常に小さく未発達で、鈍重な性質であったと考えられる。なお、恐れつの目は絶滅群であり、現存種は存在しない。名称は化石の出土したアメリカのユインタ産地に由来する。また、日本では英語の発音による影響から、ユインタテリウムと呼ぶ場合もあるが、 国際命名規約に基づいたラテン語式のウィンタテリウムが望ましい。ウィンタテリウムの獅子はむしろ象に似るが、頭には三体、計六本の短い角が二列に並び、上顎にはサーベルタイガーやティラコスミルスを思わせる長い牙が下向きに生えている。下顎にはこの牙を保護する鞘となる骨の隆起が存在した。原生動物では、 角と牙を同時に持つものは玉ひずめ類のキョンのみであり、化石種でもウィンタテリウム以前はエステメノスクスなどの初期重弓類まで遡る。角は短く、捕食者に対する武器として役立ったとは考えにくい。メスよりもオスの方が大きな角を持っているため、儀礼的闘争に用いられたのではないかという説もある。植物食動物としては不釣り合いな牙のようとも、はっきりしないが、 水辺で水草をかき取って食べる、際の道具、敵を攻撃する武器などの説がある。ありがとうございます。